どうも、カラボタです。いつもご視聴ありがとうございました。と、9月13日ですね。前回の動画でですね、7月15日に禁止瓶に投入した禁止瓶なんですけど、結構劣化が早くってですね、常温なんですけど、まあ夏場っていうことで、クーラー効いた部屋ではあるんですけど、こんなんてもう、ほら大きくなっとる。大きくなってますね。2本目に2ヶ月で変えようと思います。結構食い上がってきてくれてる感じです。あんまり動いてないボトルもあるんですよ。綺麗なボトルもあるんですけど、もう全部変えようと思います。もう37本。2万円ぐらいこれで。パチンコで、勝てば、こんな金。食堂でラーメンとかができた時に鳴るこの音のバイブが、なんかちょっと色々思い出す人おったら、中毒ですだと思いますなんか動画撮ってたら機械になってないんかなと思われて7番って呼ばれました。では変えていきます。ノンアルになるんですけど、除菌されてるこのペーパー使って、あ、くっさ、これほんまにノンアル、これめっちゃくせえやん。まあシアンよりはいいとは思ってるんですけどね、こういうことって分かんないですね。もう目に見えないやつなんで。結構大きくなってますからね、1ヶ月、あ、2ヶ月で。で、まず最初なんですけど、初号機と変えてありますが、一番最初から1400に入れてたボトル、これはちょっとすごい僕気になってたことなんで、まずこれが5本あるんですね。こいつを行きます。では初号機から行きましょう。もう早速、時間も時間なんで、9時40分。2時間で終わるかな。2ヶ月なんで、そんなに劣化してないとは思うんですけどね、こればっかりは、正直分からなくてですね、どこまで劣化してるの、してるとか、そういうのって難しいんですよね、判断するのが。ただ夏場ってやっぱり禁止瓶劣化するスピード早いと思います。いた、いた、指突っ込んだら噛まれてしまいました。さすが初号機、まあ、これが今から自分の血統になっていく幼虫たちですからね。面白いですよね。初号機です。はい。もう20。まあ、確実にオスですね。9月の13、20g と。続きまして、カオルくん。これ結構動いてる感じしますね。最初から1400はそんなに変わらないかもしれませんね。まあ、正直、1本目から1400には入れやんでいいかもな。まあ、少しでも大きくしたいなら多分1400の方が2ヶ月で交換しようが3ヶ月で交換しようがいいとは思うんですけど、ちょっと難しいですね。やっぱりこれ個体差があるんで、どれが正解っていうのは分かんないですね。おお、綺麗綺麗、カオルくんって感じの幼虫が出てきてくれました。絵が好きな人に怒られちゃうマジで。これも20かな。君に会えてよかったよって言わしてください。成虫になった時に。皆さんも覚えててください。はい。あ、ごめん。あ、23。23ですね。楽しみ。30g 後半までちょっと伸びてほしいですね。では次。カジさん行きます。これはちょっと上の方に追ってくれてそうな感じです。あ、出てきた。あ、ごめんごめん。カジさんも大きいな。これもオスですよね。え？もう26あるんやけど。25ぐらいかな。ゼロですね。わ、26あるわ。さすがカジさん。まあ、常温にも限界があるんかもしれませんね。いやーでも 26g、嬉しいですね。なんだかんだで。で、ちょっとすいません。次、当時なんですけど、ちょっと最後にします。これちょっとね、緑の苔がすごい出てて、あ、大丈夫か、これぐらいやったら。あんまり混ぜたないんですよね。今から使う禁止に嫌で、ちょっと最後にしますね。動画では後でカットで繋げるだけで。あ、じゃあ言わんでよかったな。はい。それでは、当時行きましょう。順番的には最初ぐらいに出てると思うんですけど、もう、2時半です。えら、もう、なんかね、青カビみたいなのがね、ちょこっと生えてたり、ちょっと心配なんで、まあ、中は大丈夫だと思うんですけどね。あぶね。え、メス？あ、メスっぽ。あ、メスやな、これ。
どっちかわからんわ。いや、メスやな、これ。17。お、ちょっと大きめやん。もともと大きかったもんな、これ。その、多分な。で、まあ、これは、予定通り、1400に入れようと思います。もう、これで浮かすんなっちゃう。1400やでな、3ヶ月いっとってもよかったんかもな。当時はメスでした。それでも 17g。大きいですね。次、美里さんです。これで1400が5本目ですね。まあ、当時が先に映ってるかどうかちょっとわかんないですけど、美里さん。これはなんと、全然触根が見当たりません。やばいな、触根も見当たらないですね。あ、おったおったおった。あ、よかった。あ、よかった。いました。ああ、焦った。劇場版みたいなことになってんのかと思った。大丈夫でした。もう洋室って思ってしまうわ、本当に。違うんですけどね。おそらく。やばい、本当に洋室っちゃうよな、これ。違うよな。え、15g なんですけど。いや、まあ、違うやろ。さすがに2ヶ月はないでしょ。7月15で、まあ、わかんないですけどね。今、1400のボトルが僕、37匹に対して、22個頼んだんですよ。1400のボトルを。そう。で、800を15頼んだんですよね。このメスはもう1400のままいきます。美里さんは。もう1400で管理するって決めてたんで、どんなメスでも、どんなオスでも、1400のままで最後まで行こうと思ってたんで、1400に入れますね。でも、今の時点で 15g って結構大きいですよ。これが1400やったので、あ、14やっちまったわ。あれ、14やな。はい。一番最初から1400に入れた幼虫はこうなりました。もう完全に個体差があるような感じです。オスとメスの判別はできてなかったんですけど、いい感じにばらけてくれたと思ってます。では、次最初から 800cc に入れて名前を付けた方から見ていきましょう。これで比較するともう少し分かりやすいかな。もう本当に個体差っていうような感じです。管理温度は常温です。はい、ここからではですね、あ、かじもた800からの2本目になるんですけど、何々が何々っていう風に言っていきますね。ラミエルです。やっぱり800の方が劣化は早いですね。まあ当然か。そう考えるとまだ1400は買えんでもよかったのかなって思うところもあるんですけど、まあ一緒のように変えました。おー、出てきた。お、これも結構 A サイズなんちゃいます。おー、噛んどる噛んどる。26がちらっと見えましたけど、25です。ラミエルさん。9月13の20。来た。これやばそう。アラエルさん。アラエルは超えないんですよね。あ、アラエルはあったんか。あれ、アルミサイルか。なかったの。あ、もうどっちでもええや。25。うわぁ、惜しい。26。またまた筋肉質なアラエルさん出てきてくれました。26g でした。ゲンドウさん。まあでも、禁止交換して思ったことが、悪くなってから変えてたらやっぱり遅いですよね。悪くなる前に交換して、それが3本使おうが4本使おうが、幼虫にとってはいいのかやな。多分。そんな気しますね。え、でっけ。ゲンドウさん、でっけ。多分、ゲンドウさん、でけえわ。26。なんか一本目26多いっすね。あ、大きく見えたけどな。てか、もう一本目800で全然ええな、多分。1400、半分以上頼むってよかった。わかんないっすよね、どんだけいるか。2本目の時って、どれぐらい頼んだやろな。7対3か6対4ぐらいで、オス、多めで頼んでます。オスが多かったら嫌やもんな。1400出たやもんな。アスカ。アスカっていうのがありました。もう何を変えたかちょっと覚えてないんですけど。え、でっか？わ、ちょっとこれ大きいわ。ちょっと期待です。あら、23やったわ。いや、でもこれ顔でけえぞ。顔ってか頭でかいわ。レイさん行きます。え？これ、
マジ？このサイズ出てきたんやけど。そんなんある？レイさん。え？それにしては食感おかしくない？どういうことこれ？いや、食べ進んだ食感はありますね。この色変わってるところ、これ病気かな？これってどうなんでしょう？まあ、800の禁止瓶には入れるつもりなんですけど。でもね、別にね、体の色悪くもなってないんですよ。でもちょっとやっぱり透明かな。でも全然元気に生きてますよね。ちょっとビビりましたね。まさかこんなサイズの出てくると思わんだ。っていうことは他にもこのサイズがおる可能性があるってことですよね。まあ、間違って2匹この中に入れてしまったのかどうかっていう確認のためにも最後まで掘ろうとは思うんですけど、まあそれはないでしょう。食べ進んだ後が可愛すぎる。まあまさかでしたね。これもう一回800入れますね。皆さんも覚えててください。1グラム。まあそれはね、1グラムですよね。はい。あ、ちっちゃ。いや、かわいいけど、最後、マリいきます。はあ、よかった。これは大丈夫でしたね。10グラム、12ぐらい？お、14あるやん。さっきのが小さすぎて大きく見えるわ、これ。これメスです。もうでも、割り出しして2ヶ月で25度ぐらいで飼ってるともうオスかメスかはっきり分かりやすくなりますね。にしてもメス少ねえな。はい、1本目から800に入れた個体と比べるとあんまりオスの方に関しては差がなくってですね、メスの方はちょっとデータが少ないんで、今から名前をつけてないメスの方のグラムも比較していこうと思います。まあ多分あまりこれ変わんないですね。まあ成虫になった時にどういうあれになるかちょっと分かんないですけど、で一番気になったのがこのレイの1グラムですね。もう編集しててもこれ気になるなって思いました、思ってました。どうなるんでしょうか。では次、まず脱皮中とか最後に見つけれなかった個体を見て、で名前のつけてない個体に関しては今から番号をつけていこうと思います。これで動画でも成長が分かりやすく見ていけるかな。脱皮中やったやつ、まあちょっと覚えてます。あの白かったやつだと思うんですよね。まだまだなんか寝ちゃったな。なんなんこれ、寝ちゃってしたの。やら14ぐらいやな多分な。もう見たら分かってしまうなって思ったわ。おお16や、全然違ったわ。おお、大きかったな、あんなちっちゃかったのに。あ、でもあれ2例か。脱皮中の個体も16ぐらいまで成長してくれてました。嬉しいですね。あの真っ白だった幼虫です。これなんてもう無名、無名いきます、無名。あぶね、あぶね、あーあーあっぷんね。あこはやってしまうとこやった。あかん、集中力切れてくる、あかんわ。はい、よいしょ。お、これも26、なかったな。ここに一番大きかったメスっていうのがあるんでいきます。もしかしたらオスやったかも。あとは重さと番号だけでいこうかな。一番大きかったメス、もうちょっと2ヶ月前のことなんで覚えてないんですけど、動画を見返せば思い出すとは思うんで、まあ、メスやろうな。おうおうおう。もう16。大きかったですね、やっぱり。16。2番。疲れて書くの忘れとった。もう12時前や。やば。もう無理より使ってもら。これなんかもうすごいんですよ。逆にあんまり大きくなってないんかもな。こういうタイプの方が。できるだけ。早く折ってほしい。もうあんまり折りたない、もうえら。仕事終わって20本が限界やな。37本一気にするのえらなってくるわ。また10分ぐらいかかったわ。もう1本に10分かかる。はい、22や。おっす、これ大きさやな。え、ちょ待って、これはでっかいわ。これめっちゃ大きくなってますね。え、見るからに大きい。なんじゃこれ。あー、それでも20後半か。30いっとってほしいけどな。あー、27。せやよな。まあでもちょっと大きめですね。
これ大きい。多めに1400足らんで、あ、これど、あ、メスや。いや、メスにしては大きいんちゃいます？ 15？ え？ 18？ これは大きいぞ。メスです。新鮮なしの卵巣が見えます。うわ、おふんしたな。0、17かな。あー、一瞬チラッと8見えたけど17。いや、これ大きいな。最後、このボトルがオスなら1400と、1400が17本頼んで、これがもしメスやったら1本違ったっていうだけ。いや、それでもだいぶニアピンやけどな。若干やっぱりオスの方がちょっと多いな。すごくないですか？37匹おって、あ、まあでも厳密に言うと1500確定してたのが5匹なんで、32匹はオスや。絶対オスや。32匹オスメスわからないやつがいて、17オスの15メスで、これぴったしでした。こんなことあるんや。宝くじレベルやな。多分、スロットのフリーズどころじゃないわ、こんな。やばいわ、オスやわ。うわ、やば。マジでぴったしや。22。うーわ、いかつ。マジかよ。はぁ、終わった。一旦片付けば別として全部入れ終わったの3時19分。やば。はい、これでオスの数字が出ました。1本目に入れた幼虫の大きさによってここの数字は変わると思うんですけど、4番が27で一番上。で、5番が20で一番下。あとはだいたい22から26が多いって感じですね。一番最初に1400から入れた方と比べてもそんなに差がないっていう。成虫になった時にどういう差になるか分かんないんですけど、1本目の時点ではそんなに変わらんかな。なんかだいたい一緒ぐらい。ここから大きくなるかならんかは結構変わってくると思ってるんですけど、2本目でぐんと伸びてくれたらいいんですけど、次メスの方を見ていきましょう。いやー、こうなりました。一番大きいメスが 17g で1400の方も800の方もいました。で、一番下が 14g でこちらも1400と800両方といるっていう、まあうまいことなったなっていうような感じですね。ただオスに比べると個体差はそんなにないかなっていうような感じで、14、15、16、17、あ、割り出した時点での小さい幼虫だったり、ちょっと成長してる幼虫だったりの差で、これぐらいは変わってくるのかなとは思ってたんですけど、2本目でどうなるかですね。11番の 16g の幼虫も以前脱皮中だった幼虫で結局メスでした。で、この下の最後まで残した 17g とか一番大きかったメスっていうのは、1本目に投入する時に一番大きかったのと、この最後まで残したっていうのは、1400のボトルがもし余ってたらそっちに入れようかなっていうようなところでした。本当に禁止瓶も頼んだ数ぴったしオスとメス分かれてくれた感じで、2本目が楽しみです。ちなみに番号じゃなくって、最後まで残したメスやら一番大きかったメスっていうような感じで読んでいきます。0.1グラムに関しては様子を見ましょう。どうなるでしょうか。あ、ご視聴、ここまでご視聴いただきありがとうございます。1本目から2本目移したところを見てもらいました。最初から1400に入れたボトルは、あんまり800と比べても変わらん気がしますね。はい。そんな感じでした。はぁ、なんか最初からもうちょっとなんか変化が見れるんかなとは思ってたんですけど、まあ、そんなことないっすね。まあ多分あんまり変わらんやろなぁとは思ってたんですよ。しかも幼虫を入れた大きさがめちゃくちゃ小さいやつと、ある程度育てたやつとの差が結構あると思うんですよね。割り出した時の幼虫の大きさによって伸びしろは変わってくると思うんですけど、
それでも一番上が27で下がまあ20ぐらいオスでっていうような感じ。楽しみですね。2本目も楽しみに、2本目から3本目ぜひご覧ください。5月の7日です。ゴールデンウィークの動画もいろいろ見ていただいてありがとうございます。カメラだったりクワガタだったり車だったり全部ね、こういろいろコメントいただいたり、いろいろ動画見ていただいてありがとうございます。それでは、いきますよ。あ、危ない。危ねえ、何？ちょっと待って、失敗。ちょ、撮った。ちょ、撮ったあかんわ。何これ、なんかぐにょってなったわ。もっと、あれ、せなあかんのか。初めて失敗したわ。これ、あやってやっとったあかんねやな。あ、ちょ、こっちから押しますわ。多分めっちゃ飛ぶわ。こうじゃなくって、いつもだいたいゴールデンウィークもたくさんご視聴いただいてありがとうございました。あ、うわっ、ございました。あ、うわっ、ございました。あ、うわっ、あ、飛んだ。あかんわ。最悪や。だいぶ弾けたわ。こんなんドキドキゼリー買ったところじゃないわ。これ、見て。あ、映ってないわ。これ、うわっ。うわ、なんかもうだる。あ、壁にまでついとるやん。壁についとるわ。やってまったな、これ。あれ、あかんわ。マジ、弾ける。弾けすぎ。だいぶ弾けとったな、さっきの。ちょっともう。ご視聴ありがとうございました。さあ、どれに食べさしますか。お食べ、よし、今日はこの子らにあげようか。次回は最終体重が2本目になります。ご視聴ありがとうございました。